Welcome back to JoJo's Bizarre Adventure, and it gets even weirder. If you may have passed the first two parts of this project, congratulations, you've passed. It only gets weirder from here on in. Next we have part 3 from Capo Bucolati. Orders from the boss. ブチャラティは仲間たちに新入りのジョルムを紹介するためチームメンバーたちがいる隠れ家に向かった。メンバーは全員スタンド使いでチームの仲間ではあるが、その能力の真の力はかなり信頼されてなくては見せなかった。昨日話した新しい仲間を連れてきたジョルノ・ジョバーナ。ジョルノ・ジョバーナです。よろしくお願いします。お前らも知ってると思うが、先日自殺したポルポには6億円の隠し財産があった。ポルポが死んだから自動的に金は我らのものとなった。俺はこの金を組織に納めて幹部の座を手に入れる。ブチャラティ委員会ね。ペリーコロさん、わざわざお越しいただいてありがとうございます。それより連絡の時言っていた組織に納める金6億は本当にあるんじゃろうな。はい、ちゃんと。うん、いいじゃろう。ブチャラティ、君を幹部の地位に昇進させよう。ところで君に早速じゃが仕事をしてもらいたい。ボス直々の命令なんじゃ。ボスですって。このボスの娘を命を懸けて護衛すること、これが仕事じゃ。彼女の名はトリッシュ・ウナ。当然断っておくがボスの名ではない、母親のせいじゃ。トリッシュは組織の裏切り者に狙われている。奴らはボスを倒して薬のルートの縄張りを乗っ取ろうとしている。奴らはこのトリッシュからボスの秘密を聞き出そうとしている。敵は全てスタンド使いと考えていいじゃろうな。詳しい指令はボスからの通信が来るからそれを見てくれ。とにかくわしが役に立てるのはここまでじゃ。あなた、あなた買い物してきてくれない？ストッキングの替えとジバンシーの2番の頬紅、それとミネラルウォーターとイタリアン防具の今月号もお願い。よし、じゃあナランちゃん、お前が買い物に行ってくれ。僕はこいつに買い物行かせんのは心配です。尾行されるかもしれません。尾行されねえで帰ってくりゃいいんだろ。フーゴ、じゃあ行ってくるぜ。おかしい、なんかおかしい。別に追ってくるような車とかは見えないんだけど、妙な感じだ。しょうがねえな。いつまでもよ。一体どこへ行こうとしてんだよ。なあナランちゃん。なあナランちゃん、どこへ向かってんだよ。さっきから誰かに尾行されてんのか。
Destroy a car, yeah, sure. Let's go with the orders. ナラン茶は町で襲ってきた敵を倒した後、ブチャラティたちのいる隠れ家に戻ってきた。どうやら敵は暗殺の訓練も受けている組織の追手だった。ブチャラティたちは
これからどうするかを仲間たちと相談していた。ブチャラ君、俺はもうこの隠れ家はやばいと思う。すぐここを出るべきだぜ。だが、どうやって移動する？娘を連れて移動すればするほど危険は大きくなるんだ。僕はボスからの連絡があるまでここを動くべきではないと思います。賢明なボスならきっと何か逃げる方法を指示してくれるはずです。下っ端のお前の意見なんて誰も聞いちゃいねえぞ。ちょっとルチャルティ、ボスから通信が入ったようだぜ。指令送信。ポンペイの遺跡に行け。そこの犬の床絵のところにキーが置いてある。それを見つける。そのキーは私のところまで娘を安全に連れてこれる乗り物のキーだ。君たちが取りに行かなくてはならない。命を懸けてキーを手に入れろ。フーゴ、アバッキオ、ジョルノ、3人でポンペイに行き、キーを手に入れてくれ。確か犬の絵はこの先100メートルぐらいのところだ。ん？こんな場所に鏡なんて何か奇妙だ。これはジョルノ、アバッキオ、気をつけろ、後ろに敵がいる。え？いない。誰もどこにもいませんか？いたんだ、確かに。近づいてきた。攻撃されるぞ。二人とも鏡から離れるんだ。離れろ。なんだと。ジョルノ、アバッキオ、何をしたんだ。どこだ。多分お前らはここに何かを探しに来たということは予想できるんだ。何を取りに来たのか。お前は教えてもらおうか、フーゴ。もし答えないのならばこの場で死ね。This is getting weird. Something's wrong. What in the world is this guy's?Standing attack for 10 minutes in this world. Left him right as far. Oh, God. Walk! 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 Walk!僕のスタンド、パープルフェイズだけは鏡の中に。まさか、貴様の能力は。さすが、気づくのが早いな。貴様が許可したものだけを鏡の中に引きずり込む能力なのか。消えたのはアバッキオ。ここは鏡の中に引きずり込まれたのは僕の方だ。ここがいるのは鏡の中。ここだ。その鏡の中が表の世界。Oh!
くもスタンプ。スタンプ。感じる。スタンプ。うわ。はっ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 。何を取りに来たのか。それは俺がもらう。僕のスタンド、パープルフェイズだけは鏡の中に。まさか貴様の能力は。さすが。気づくのが早いな。貴様が許可したものだけを鏡の中に引きずり込む能力なのか。すべてのアバキを引きずり込むのは僕の方だ。お前がいるのは鏡の中。そしてその鏡の中が表の世界。Oh yeah, this is fucked up. 遅い。鏡の世界では俺の許可なくしては入ることはできない。Story Drama 2 appears! This game is getting even stranger and stranger. What's your stand?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 いきなり地面に落ちたぞ。あれがフーゴのスタンドの能力だ。奴が殴るとあのカプセルが破れて中から殺人ウイルスが吹き出すってわけだ。しかも一旦ウイルスが体内に侵入したなら内側から腐るようにして殺されるのだ。So it would seem。 だがもういいだろう。おいジョルノ、ボサッとしてんなよ。行くぞ。行くぞって、まさかフーゴを見捨ててキーを取りに行こうというのですか。言葉に気ぃつくらよ貴様。フーゴを助けたいのは俺もお前と同じ気持ちだ。だが俺たちの指令はキーをゲットすることだ。それが最も大切なことなんだ。 Whatever you say, Sephiroth. そうは思いません。フーゴは敗北したわけではありません。彼を助けるべきです。違う。3人とも全滅する危険を冒すことがまずいんだ。もう一度言う。先に進むぜ。来い。拒否します。フーゴを助け敵を倒すことがみんなの安全を守ることです。この状況では先輩である俺の命令が絶対だ。それを拒否するってんだな。覚悟してろよ。ただしてめえが生き残ったらの話だがな。犬の床絵のところにあるキーを手に入れろか。どこだ。
どこにキーなんかあるんだ。お前が言う、そのキーを俺がぶんどってやればいいんだな。な、何？なんだ？この鏡に映るやつは、まさか。俺の姿が見えたのなら、お前ももうおしまいだ。やばい。The stand was outside of it, and I had to control my stand too. Switch between the two worlds using the stand switch and attack the beams. Ore no tsugata ga mieta no nara, omae wa mo oshimai da! Kii ga zettai no taku ga kuraido fence ni kabete ga, kii dake wa ore o ne abatsu ga mamoru!お前はそこを移動してここまで俺を追ってきた。攻撃パワーは強いとは言えないようだ。戦って勝てるのは無力な人間だけだ。Got something, so I don't know what I'm doing. Like, it's basically a holdout. That's what it basically is, it's just a holdout. So no mama kutabare, abakyu. So ste kagami no soto no jokno wa.俺がこうやって近づいていこうとしているのさえ気づいてはいない。ジョルノ、てめえ早く行け。鏡の中で叫んだって聞こえねえだろうがよ。ジョルノ本体だけ入ることを許可する。死ねえジョルノ。なに こいつバカなウイルスだ。畜生このガキ、風邪して入ってきやった。正気か？てめえも死ぬぞ、ウゴのパープレイズで。畜生、なんてことしやがるんだ、こんな真似しやがって。
understands the name? お前がせっかく自分の身を犠牲にしてここまで入ってきたのに。出たか、鏡の外に。やはり出て逃げると思いました。フーゴ、外に出たということはパープルヘイズで追跡できる。奴にとどめよ。そっか、分かったぜ、ジョン。Again. Damn.
I understand this, as strange as it is. Down here. Chapter 2, stage viewer appears. Really, okay. Yattazo! Kagami kara deru da! Yatsu no nouryoku wa shoumetsu shita! Yatsu wa taoshita ga, Purple Haze no virusu wa mou omae no zenshin ni zoushoku shite mawari tsutsu aru. Kansen shita, boku ni mo dou surukoto mo dekinai.ええ、フーゴ。ですからこれがいいんですよ。奴が鏡の外に出てくれたのがいいんです。汚染された僕を鏡の中に引きずり込んだ時点で、奴の敗北は決定したんです。僕が死ぬより先に、鏡の世界が解除されたので、僕は死ぬ前にこの蛇に会うことができたんですからね。その蛇、ひょっとして、死んでないぞ。パープルヘイズのウイルスの中にいるのに、生きている。この蛇はウイルスの場所のレンガからあえて生まれさせた蛇です。ウイルスだらけの場所から生まれてきて発病しない生き物なんで、その蛇には免疫力がある。そして免疫を持つその生き物の細胞や血液からはウイルスの増殖を止めるワクチンが獲得できる。ゴールドエクスペリエンス。この蛇の血液からワクチンを取り出し僕の体に注入しろ。You know that's gotta hurt.とんでもないことを考え実行するやつだ。ジョルノ、お前の命がけの行動、僕は敬意を表する。 いえ、ウーゴさん、僕はただ予想通りに行動しただけ。敵が外に逃げるのも予想してたし、ヘビがワクチンを作ってくれるだろうということも予想してました。命がけというのはアバキオのことです。今彼は重傷のはずです。命がどうなろうと木を守ったのは彼であり、そしてアバキオがここまで木を運んでくれなかったら敵は倒せなかった。それより早く犬の愉快のところにある木を取りに行ってください。わかったジョルノ。くそ、ジョルノ、ボゴボゴにぶん殴ってやろうと思ったが、こんな
なんじゃそれもできねえか。いずれってことにしといてやるぜ。あったぜ、指令のキーはゲットした。Yeah, it's gonna get weirder. I can already tell this is gonna get totally, totally weird. And in the next part, we deal with the Grateful Dead. Whatever that entails. Stay tuned for more of Golden Wind right after this. Thanks so much for watching.